よし。そして、これを Web クライアントで、Google の、これの API を取ってきて、ここに貼り付けて、これをゲットして、はい。リクエスト通すと、フォービルンな利益がありませんと言われて、お、嘘だろと。なるんですけど、これはですね、このインプットが違うんですね。ここのインプットっていうのは、上側が、書いてあるように、インプット0からその HTTP ヘッダーネーム&バリューペアーズインテーブルということで、ここにはね、HTTP の URL を入れる側なんで、僕たち今やりたいのは、こっちではなくて、これを一旦外して、こっち側につなげると。そうすると、このキーとか、いうのを、先ほどのこっちのデータの API を見ると、こっちの ID とかですね。パートとか。こういうのを指定して欲しいものを取ってこれるというふうになっておりますので、上じゃなくて下に追加していく。それでリクエストを押すと、取ってこれると。で、今回使いたいのが、この ID と、ライブストリーミングデータのアクティブライドチャット。アクティブライブチャット ID が欲しいわけなんですね。はい。んで、これを、他のですね、やつに詰めて、他のテキストダットに詰めて、それをね、もう一回やらないといけない。他の手順があるということですね。なんで、一旦ですね、このウェブクライアントは置いといて、マージでセレクトを押しますと。で、ここでは、キーだけを取っていきたいんで、セレクトローでバイインデックスの、00にしときます。で、キーを取ってきて、で、次は、またテキストだではなくて、テーブルだと、置いていただいて、これをもう一個置くと。で、ここには、チャット ID、名前をチャット ID とします。これちゃんとしっかり設定してください。で、こっちは、オプショナルパラメータ。アラームしてきますかね。まあ、何でもいいんですけど、名前は。で、こっちに、ライブチャット ID を入れて、ですね、こっちは、後で設定していきますね。で、ここに、ライブチャット ID を入れてきたので、Web クライアントのこの右下にあるこの矢印を置いていただくと、これで、その API の値を取得した後にどういった処理を施すのかみたいなのをここに入れていくことができます。で、ここに処理を書いていきますというわけでございます。はい。それでですね、実はですね、これはね、JSON ファイルの、JSON の形式で、取得できるので、まず、インポート、JSON、見にくいか？インポート JSON とします。それで、まあ、適当にテーブルイコール、オペレーター、さっき、作ったチャット ID、チャット ID ですね。で、で、次はこのオンレスポンス。これはリクエストで取ってきたときにどういった処理をするかみたいなのを書いていきます。まず、最初にテーブルを初期化したいと思います。まあ、もともと何も入ってなかったらいいんですけど、一応、
今後入れるってことを考えると、初期化を考えてテーブルクリアと。で、次はテーブルのデータ、T データが、今回は、名付けますけど、ここに、JSON、ローディングしてくると。データっていうのを取ります。データっていうのは、このリクエストしたときに、こう、もともと、引数と入して持ってるこのデータっていうのを入れて、この JSON に変換すると。で、次は、ライブストリーミング、長えな。D で、長えな、これ。D で言います。ここら辺は DTFS イコール、JSON で書き出した T データの JSON ファイルの、この中に、items っていうのがあって、さらにその中の0番目のインデックス。で、さらに、この中の、ライブ。と、リーミング、リーデというのがあります。で、これが何を示すかっていうと、その動画が、ライブかライブじゃないかみたいなのを取ってくることができます。で、これでライブじゃないときは、処理を施さないみたいなのを if 文で書いていく。で、ここに、さらにですね、アクティブ、ライブチャット ID っていうのが、ライブストリーミングディテールの中に入ってて、これが、ライブストリーミングディテールスキーズで、この中に、あれば、ライブしててるっていうことになって、かつ、まあ、かつじゃねえな。ライブしてるってことになるんですね。はい。で、チャット。またチャット ID という、変数を作って、ここにライブ。ストリーミング、ディテティブ、ライブ、チャット、ID。で、チャット ID を、このチャット ID を、ライブストリーミングディテールズ、アクティブチャット ID というのがあるので、この ID をですね、先ほどのチャット ID というダットに詰めてあげて、でもう一回、これはあくまでライブのチャット ID を、取ってくる API なんです。で、そこから、コメントをまた取ってくる API というのが違ってて、まずこれは、コメント欄みたいなところを、API で取ってくるということをしてます。ちょっとね、二度手間なんですけどね。で、さっきここでチャット ID というテーブルを作ったので、このテーブルに、アペンドロ。で、ここに一つ目がライブ、チャット ID という。あ、やべ、たななななった。チャット ID。一つ目に。で、次にチャット ID。D を入れると。まあ、さっきからこのアクティブライブチャット ID とかなんだよっていう話
あると思うんですけど、この、なんでその JSON ファイルの中に、こんなデータがあるんだよっていうのがあると思うんですけど、それはね、実際ね、ここにを見てもらうとですね、まず、さっき言った TD データのアイテムスの0番目のライブストリーミングディテールっていうのが、まあ、上からこう、あるんですね。パーってやっていくと、まあ、この中がデータのファイルの中、データになってて、で、アイテムスの、0個目。この0個目がこれですね、これ。この中のライブストリーミングディテールスを取ってきてあげると。で、この中に、アクティブチャット ID があれば次を進めると。で、これが、ライブじゃない動画の URL を、まあ、こっち側に、いただいてやってもらうと、わかるんですけど、出てこなくなるんですよね。で、そうすると、このライブチャット ID を取ってくる。で、そのライブチャット ID を、このチャット ID に入れて、もう一回違う API を叩くというわけになっております。果たしてこれは動くのか。行ってみましょう。はい、動かないですね。オプショナルのキーが。キーじゃないですね。ここ、キーズですね。キーズ。キーズ。はい。そうすると、ここにライブチャット ID が出てきましたと。ちなみにさっきやったのにまだ、まだライブなんだ。ライブやってますね、まだ。はい。で、ここにはオプショナルパラメータを入れていこうと思って、同じように、アフターでいいかな。で、ここには、さっきと同じように、パートが1個目で、まず、ID と、スニップで、あ、で、カンマ、オーサーディテールス。まあ、オーサーディテールスが多分名前なんですよね。チャットした人のディテールスの、詰めておきますと。で、これを、同じように全部マージでつないで、マージでつないで、今度はですね、またもう一個、Web クライアントで API を叩こうと思います。で、これも上にやってると、下に詰めると。で、今度使う API っていうのは、Google の、ライブチャットのビデオじゃないのか。YouTube API ライブストリーミング。で、PA どれかな？どれかな？少々、YouTube の、ライブ。まあ、こういうのは調べたら何でもできた。ライブ。ライブ。これかな。なってたかな。
あった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 。ありました、ありました。YouTube、V3 の、ライブチャットメッセージですね。で、ライブチャットのメッセージズ、リストを取ってくる。これですね。身につけた。なんで、https://www に V3 のゲット。これが欲しい。ライブチャット ID メッセージ。この API を取ってくると。で、同じようにポストじゃなくてゲットにしていただいて。で、これも同じように一回やってみます。キーが、さっきと同じ、付けたような。で、ライブチャット ID。で、パート。これやってリクエストすると、ノットファウンドが出てきましたね。何かが悪いのでしょうか。V3。ああ、わかりました。ここにスラッシュが入ってないですね。はい、スラッシュ入ってない。はい、そうすると出てきました。そうすると今、ライブチャットを、チャットをしてる人の、大量の情報がここに入ってるわけですね。すごい。まあ、これを、コメントだけを、抜いていきたいという作戦なわけであります。で、このコメントを実際に、格納していく場所をちょっと作っとこうかなと思って、ので、これもテキストにしよう。テキストじゃなくて、テーブル、またこれもテーブルだと入れて、で、この名前をコメントにしとこう。コメント。コメントにしておきますね。で、さっきと同じように、ここの下のやつを入れて、で、ここにまた処理を書いていこうと思い、で、さっきと同じように、インポート JSON はしてもらって、で、今度はコメントをためとコメントオペレーターという名前をつけて、さっきの名前と一緒のコメントと入れておきます。で、リクエストしたタイミングと一緒に、まあ、t データイコール json と、ここもローズ同じのデータにします。ローズデータ。で、次はですね、法文でどんどん、回していくと。まあ、これはね、実際に書いてみていただいた方が早いかなと思うんですけど。で、アイテム。まあ、アイテムというものを、アイテム。T データ。アイテムス。さっきあったアイテムス。このアイテムスの中に、情報が入ってるんですね。その、ライブした人の名前だとか、送ったコメントだとか。それを法文でどんどん、ゲットして、さっきのコメントオペレーターに流していくって、垂れ流しするというものですね。まあ、イコール、まずユーザーの多分これは名前を、取っていこうと思うんで、アイテムの中にある、details というものがありますね。さあ、details の中にも、の中に、ディスプレイネームと、ディスプレイネームあって、これが、コメントした人の名前になる。次は、チャットのメッセージ取っていこうと思って、これも同じアイテムの中の、これはスニップという中に入って、
かつその中のディスプレイメッセージに入っております。で、これをコメント、オペレーターのアペンドローして、ユーザーの名前とメッセージ内容を入れていくと。そうするとですね、この中にどんどん追加されていくと。で、さっきと言って同じように、この中にたくさんデータが入ってて、まずは、アイテムスありましたね。アイテムスの中に、これだったらオーサーディテール。オーサーディ。ありました。オーサーディテールのディスプレイネーム。これだったら SLP さんっていう名前の人ですね。で、ライブの、メッセージっていうのは、このスニップの中のディスプレイメッセージ。あって、で、ここだと、Can girls pro surfers do produce? みたいな感じですかね。とか入ってると。これを、早速リクエストしてみましょうか。はい、そうするとこんな感じで、ブワーって。今多分ディスプレイに見えてる、ものが取ってこれるというわけですね。まあこれのね、時間指定とか、まあなんかどっからどっから取ってくるみたいなのは、ちょっともうちょっとね、個別で調べていただいてやっていくみたいな、感じでお願いしたいですね。他にもね、取れるデータっていうのはたくさんあるんで、まあ、欲しいものね、取ってきたり。まあそういうのはね、全部ね、こういう、API のね、リファレンスのページであるんで、まあ、ちょっと英語でわかりにくいと思うんですけど、まあ、ここから取ってきてくださいという感じでですね。で、一応ですね、この処理は、一応書かなくてもいいかもしれないんですけど、後々、新しい、今、ライブじゃなく、これじゃない、新しいライブやりたいってなるときに、ちょっとややこしいことに、取ってきて、新しいライブ、YouTube ライブのコメントを取っていきたいってなったときに、ちょっとこのままだとややこしくなるんで、ですね、1個前のウェブクライアントのところに戻っていただいて、コメントの、ここに、さっきと同じようなコメント、OP イコールオペレーター、コメントにして、で、この後に、コメント、OP。クリア。そして、これで初期化する設定を入れときましょう。まあ、多分ね、これ後々便利になってくると思うんで、一応、そういうもんなんだというふうに思ってやってみてください。でですね、ここまでで大体の、YouTube の、ライブ、YouTube ライブからコメントを取ってくることは終わりですね。こういうふうに。で、どんなライブでも取ってこれるというわけになります。そしたらですね、ここからちょっとビジュアルの方をやっていこうかなと思ってます。どうし、最初はテキスト、あと入れといて、トップを置いて、まあ、これを大体、ソリューションを1280と、720にしといて、本当のところで、ここ、オートフィット、イフトゥーラージ。あまりにも大きかったら、フィッティングするよというふうな
ものにしておきますね。で、次に、これをソップのデータに変えていきます。トレース。ね。で、これだとちょっと今、穴のところが、埋まっちゃってるので、これフィルターのホールフェイスです。っていうところがあるので、いってきます。で、これもスレッシュホールドとかを0.05とか知ってますかね。フィルターの、ステップサイズも0.5とかにしといて、ちょっと多いですね、ポイント。まあいいでしょう。ここら辺は、好みにやってもらうと。で、これを、このテキストの、ここですね。これをどんどんこっち側のメッセージに変えていきたいというのが、今からやることです。それを、まあ自動でやってもいいんですけど、今回はボタンで、トグルをモーメンタリーにして、とパチパチパチと。で、ここでヌルを持ってきて、で、このボタンを押したときに、どん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 変わっていくっていうような処理を次は組んでいこうと思います。で、これはチョップエクスキュートですね。とで、チョップエクスキュート。チョップエクスキュートで、この、オフトゥオンになったタイミング。で、まずは、でいこうと。で、先ほどの、同じように、まあ一番最初に、コメント、オペレーター、イコール、オペレーターの、作っていって、コメント。まずはコメントオペレーターの、最初の行はちょっと、初期化するためにデリートで、最初の行は削除します。そして、コメントという変数を作って、ここは、コメントオペレーターのゼロ行目の、まあ、1行目の、左から2番目で、これがメッセージになってるね。これを振ってくると。で、おっと、オペレーター。これはテキスト1ですね。テキスト1の、パラメーターのテキストにコメントを入れると。で、ですね。はい。で、そうすると、これを、ここに入れないと。入れておくというのをパリューチェンジャーとして。